悪魔の皆能力者に対しても浄化という表現あながち変じゃないんじゃないかなと思いますよね。確かに悪魔になる前に死ぬ必要があるということになりますよね。あれ、そういえばロギア系の悪魔の能力者ってすり抜けますよね。バックエンドのスキルト考察会トップトップ竹です。よろしくお願いします。皆さん悪魔の実についてどう思いますか？今後神の名がつく悪魔の実が登場すると思う方は高評価、登場しないと思う方は低評価をよろしくお願いします。そんな悪魔の実に関する考察です。お楽しいですからね。悪魔の実は題材を発表します。悪魔の実の能力者は全員死んでいます。お前はもう死んでいるってやつですか？そういうことですよ。そういうことじゃねえから。能力者はもう死んでるんですよ。詳しく説明していきますので、よろしくお願いします。何で登録よろしくね。ということで、じゃあ、ワンピース、アロー編でミルノをやめてしまったアキリ君と、本島でやってるアキリ君と、考察会で特攻を取る。人間やっていきます。よろしくお願いします。いつになるかね、トップどうもね。コメント欄で、もうトップでいいんじゃないですかって言っていただける方が増えてきたんですよ。人の評価は周りが決めますからね。コメント欄でそういう風に思ってくれた方にとって、僕がトップの存在であれば嬉しいと思ってます。違うよ。数字だよ。我々は再生回数に行かされているので。そうなんですよ。再生回数が少ないと死んでるぜっす。タイプさすまして、面白いやついるぞと紹介してください。よろしくお願いします。マグジャン発表します。能力者の弱点、海のエネルギー。悪魔の実と塩。悪魔と浄化。レビアタンと禁断の果実。以上の目次で発表したいと思います。能力者の弱点、この説明からしたいと思います。まず皆さん、悪魔の実の能力者の弱点って何かわかりますか？そりゃあね。そりゃよ。ルビーでしょ。はいはいはい。ルビー登れるじゃん。ルビーとかね。まあ、みんな分かってるようで、実は意外にここね、認識のズレがあるんですよ。能力者の弱点に関しては、正式に41巻 SBS で小田先生から語られています。悪魔の実を食べた人たちは、海に嫌われ、泳げない体になります。海とは、川、プール、お風呂、水の溜まっている場所、すべてを指します。地球規模で考えると、すべて海なのです。それらの場所に入ると、能力者たちは、能力はもちろん、体が思うように動かなくなります。もがくことは多少できても、あまり意味はありません。それが全身、海に浸かった場合です。体半分、手足だけとなれば、また症状は軽くなります。雨など、流れ落ちる水に関しては、全く影響ありません。このように言われているんですよ。つまり、悪魔の実の能力者の弱点は水の溜まっている場所すべてなんですよ。意外と知らない方も多いんじゃないですかと。それが本当にプールとかもダメなんだ。そうなんですよね。だからルフィは週一しか風呂入んないんだ。おお。お前なんでルフィが週一？お前のこと知ってんだよ。ショート動画の豆知識で知ったらお前。実はこの悪魔の実の能力者の弱点の要因はもう少し細かく表現しているものがあります。それは海のエネルギーです。海のエネルギーってなんだと思いますよね。その説明をしたいと思います。海のエネルギー、この説明をしたいと思います。海のエネルギーに関してはドクターベガパンクのステラ・リリスから語られています。1077でリリスは、このバブルは海のエネルギーで作られてる。グリーンブラッドは能力者のリスクごとを供与されるから、バブルはお前の弱点じゃのう。このように話しているんですよ。悪魔の実の能力者と同様であるセラフィムの S スネークはバブルガンによりバブルの攻撃が効果てきめんでしたと。リリスの海のエネルギーについての説明と、バブルガンの効果から海のエネルギーとは、悪魔の実の能力者が水の溜まっているところに浸かる時と同様の効果を能力者に与えるということがわかるんですよ。そうだね。水に浸かるイコール海のエネルギー、このような式ができるんですよ。ということは、水に浸かることで悪魔の実の能力者は弱体化するのですが、実はその本当の要因は海のエネルギーにあるということなのではないだろうか。なるほどな。海楼石も196話で、まだまだ謎の多い鉱物だが、分かってることはこの石が海と同じエネルギーを発してるということだと説明されていますと。海楼石も海のエネルギーなんです。おお、なるほど。41巻の SBS で、浸かる深さにより症状の度合いも変わるということがありました。これは体に加わる海のエネルギーの濃度の問題だと考えれば説明がつきますと。ああ、確かに。ではその海のエネルギー、一体どのようなものなのか。もっと細かく分かる。そういうことです。きますね。
悪魔の実と塩。この説明をしたいと思います。海のエネルギー。これが悪魔の実の能力者が弱体化し、泳げなくなることの要因になっているという話をしてきましたと。では、その正体は一体何なのか。それは、塩です。塩。海水には塩含まれてますよね。その塩が海のエネルギーの正体。その根拠は456話のブルックの発言にあります。塩ですね。もともと悪魔の実の能力で動いているのがゾンビたち。海の力を持つ塩によってその肉体は偽物の魂と結合していられなくなるというわけで、このように話しているんですよ。もうわかりますよね。塩は海の力、すなわち海のエネルギーを持つんです。はい、なるほどね。話をまとめると、悪魔の実の能力者を弱体化させる海のエネルギーの正体は塩だということになるんです。おー、なるほど、繋がった ね、 うん。ここでね、皆さん、あれと思ってる方いるんじゃないですか。それ代弁してみますね。おいたけご41巻の SBS の説明のところで、能力者はプールとかお風呂とか水の溜まっている場所に浸かると弱体化するって話してたじゃないかと。このような声がバシバシ聞こえると。確かに、うわ、嘘つきじゃん。なら水でも弱体化するんだから、海水に含まれてる海のエネルギー、塩の影響じゃねえだろ。このように思うんですよ。そうだよ、水だよね、水。うわ、騙されたよ。うわー、嘘つこうだぞ。うわ、はいはい、デバデバ。わかりました、すべて解決いたしましょう。そんな方々には41巻の SBS のこの部分の説明に注目してもらって、海とは川、プール、お風呂、水の溜まっている場所すべてを指します。地球規模で考えるとすべて海なのです。このように言っているんですよ。あら、ワンピースの世界では水溜まりが海なんですよ。嘘ついてなかったんだ、竹は。そういうことですね。プライベートでも俺水たまり見たら俺海だって。いや別に、はい、俺らの世界は水たまりは水たまりだ。気づいていた方はすごい詳しく見てるんだなと思います。ということは、悪魔の実の能力者の弱点は塩なんです。なるほどね。そういえばですけど、少し脱線しますが、スリラーマーク編でオーズに塩が効かないというシーン覚えてますか？これは先ほど話した体に加わる海のエネルギーの濃度の問題だと思うんですね。塩の量がオーズの体の大きさに比べて少なかったので効果を得られなかったと考えれば説明です。確かね。話を考察に戻しましょう。悪魔の実の能力者は塩により弱体化するということが分かりました。ここまでの考察完璧じゃないですかと。いや、うん、完璧ですよ。ですよね。いや、面白い、はい、面白いことないですね。実は今回の考察考えてる時にここで終わろうと思ったんですよ。ただこうなったら面白いだろうっていう話が次々と出てきてしまったわけなので、その話もしていきたいと思います。あ、なるほどね。続くのかいいじゃないかいいじゃない楽しみにしていてください。ここから先はですよ、ワンピースはより面白いだろうという発想を生かした考察をしていこうと思いますので、ぜひ皆さん肩の力抜いてください。いや、いいね。最初はすごい話して、ここから面白い話聞けるって広げていきましょう。一石二鳥です。悪魔とジョーカー、この説明をしたいと思います。まずは458話のこちらのやり取りに注目をしてください。同志がジョーカーしちまった、何が起きた、こいつ食い意地張って魚を塩焼きで食いやがって、このように話していると。悪魔の実の能力で動いているゾンビの弱点は海の力を持つ塩だということにブルックは気づきましたと。この塩という弱点を458話でゾンビたちは浄化と表現していると。実際には浄化ではなく悪魔の実の能力暴力に塩が作用しているだけなのに浄化と表現されているんですよ。ここはゾンビに対してのあえての浄化という表現、小田先生の遊び心なのではないかなと。ああ、粋だね。確かに確かに。で、思ったんですけど、浄化について僕は調べてみると、その感情は一変したんですよ。塩による浄化はポピュラーなものだと思います。清めとかで塩が入ったね、水塩とかね。それとは別で、実は日本では汚れを海水で払い清めたという物語が浄化の起源だ、このように言われていますと。あれ、塩に
さらに海水？確かに。なんだかゾンビだけではなく、悪魔の皆能力者に対しても浄化という表現、あながち変じゃないんじゃないかなと思いますよね。確かに。悪魔の皆能力者に対する弱点は海水、海のエネルギーの源、塩なんですから。確かに。うわ、シャンクスは悪魔の実について、悪魔の実ってのは海の悪魔の化身だって聞いたことがある、このように言ってるんですよ。海の悪魔の化身、それを食べる、すなわちそれを体に取り込んでしまうことで能力者となるんですよ。ほう。どういうことかというと、悪魔を体に取り込むことこそが能力者になるということだと考えられるんですよ。そうなると悪魔の実の能力者が塩により弱体化する理由は、能力者は悪魔になっているから浄化作用のある塩や海水が効くからなのではないかと考えられると。おお、なるほど、浄化されてるから効いてんだ。そのように考えられるなら、そもそも実際に我々の世界ではどのようにして悪魔になるとされているのかを疑問に思ったので調べましたと。これは一説によるんですけど、日本には天満大寺在天神という神がおり、一説ではたたり神、言い換えると邪神、すなわち悪魔だと言われている。この天満大寺在天神は没後の菅原の道真を神格化した呼び名になると。簡潔にまとめると、天満大寺在天神は人間が死んだ後悪魔となったのです。人が死んでから悪魔になったんだ。そう、はいはいはい、ということは人間が悪魔になるには悪魔になる前に死ぬ必要があるということになりますよね。あー、あれあれあれと、ブルックの読み読みの実を思い出してください。この実の効果は死後発揮されました。死んでから悪魔の実の能力を得てる。あれ、そういえばロギア系の悪魔の能力者ってすり抜けますよね。これ実体がないということですよね。あー、なるほど。まるで幽霊みたいじゃないですか。確かに、なるほどね、はい、触れられないもんね。覇気を使うとかあるけど、はい、これらのことからこう予想できるのではないでしょうか。悪魔の実の能力者は果実を食べた瞬間、一度人間としての自分は死に、新たに悪魔そのものとして生まれ変わっているのではないだろうか。なるほどね。はいはいはい、だから塩効くと。そう、はいはい、浄化だからね。ということです。そういうことです、ね、おもろいね。実際にワンピースでは犬の実を食べた銃や象象の実を食べた剣などが存在しており、悪魔の実を食べたら無生物にも命が宿ることが分かっていると、うん、悪魔の実を食べることで命を手にする、海の悪魔の化身である悪魔の実を取り込んでいるからだと言えるんですね。ということはやはり悪魔の実を食べる、取り込むことにより悪魔としての命が能力とともに与えられるのではないだろうか。なるほど、なるほどね。そうなんじゃない。ワクワクもしましたけど今の話はね、はいはい、でも別に説得力ありましたよね。深くいきました、面白い。まとめますと、悪魔の実の能力者は人としては一度死に、悪魔になっているから浄化作用のある塩を弱点としているのではないだろうか、このようなことが考えられるんですよ。そう考えると、初めに話してきた考察、能力者は塩を弱点とする話にもさらにしっくりとくると思います。うん、レビアタンと禁断の果実、この説明をしたいと思います。最後に一つ興味深い話があります。シャンクスによると、悪魔の実は海の悪魔の化身だという説明がある、このように話をしました。旧約聖書にはレビアタンという海の悪魔がいます。そのレビアタン、創世記の蛇と同一視されているんです。アダムとイブの話に出てくるやつですね。創世記ではイブは蛇にそそのかされて禁断の果実を食べたとされている。実はこの禁断の果実、ワンピース考察会では悪魔の実のモデルになっているのではないかと囁かれていると。そう、なるほどね。その禁断の果実を食べるようにそそのかしたのは海の悪魔レビアタン。悪魔の実と海の悪魔、やっぱりなんか関係ありそうですよね。ちょっと参考にしたということですね。なるほどね、確かにちょっと繋がってきてる感じ、ね、確かにリンクはするね。さらにこの海の悪魔レビアタン、人に取り付くこともでき、それを追い払うのは非常に難しいとされているらしいですね。取り付く、悪魔が取り付く、これ以上は言いません。おー、なるほどね。以上のことから、悪魔の実の能力者は全員死んでいるのは間違いありません。なるほど。
ね、まあ、言っちゃうと能力者は悪魔になってるみたいな話だもんね。そういうことですね、はいはいはい、悪魔として生きている、それが能力者である。人間として一度人、みんな死んでるってことね。そういうことです。聞いたことない話だったしね。まあ、タケノって基本聞いたことないんですけど、もちろんね。まあそうなんですけど、悪魔の実とかってやっぱ考察されがちだから、うん、にしては全然全く聞いたことない感じだったんで、おもろかったですね。見てほしいですね、みんなに。この考察がいいと思いましたら高評価、チャンネル登録とともに良かったという意味合いを込めてごちそうさまですとコメント欄に書いていただいております。皆さん使ってください。よろしくお願いします。 SNS のフォローもしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。